赤嶺政権さん。委員長。赤嶺さん、日本共産党の赤嶺政権です。屋良議員に続きまして、私も米軍関係者による性暴力事件、これについて、質問をいたします。昨年の12月、16歳に満たない少女が米兵に誘拐の上性的暴行を受け、しかも政府が半年もの間事実を隠し沖縄県にも伝えていなかったことが明らかになりました。防衛省にも伝えてなかったというのは屋良議員のご指摘の通りであります。そればかりか、昨年以降県内で県計5件の性暴力事件が発生し、すべてが隠蔽されておりました。県内外で衝撃と激しい憤りの声が広がっています。95年の少女暴行事件に県民の怒りが爆発し、日米両政府が97年日米地位協定の運用改善の一環として在日米軍に係る事件事故発生時の通報手続きに合意をいたしました。ところが今回通報手続きは全く無視され、沖縄県はおろか防衛省でさえ蚊帳の外に置かれておりました。一体なぜ合意は守られなかったのか。政府は事実を明らかにする責任があります。まず外務省に伺いますが、今回、改めて問題になっている97年の通報手続きはそもそも全文が公表されていません。公表されているのは概要の仮訳だけであります。なぜ全文を公表しないのですか。非公表部分には何が書かれているんですか。外務省有馬北米局長。ご指摘の在日米軍に係る事件事故発生時の通報手続きにつきましては、在日米軍による事件事故の通報手続きについて定めたものであり、内容に係る部分はすべて公開になっております。なお用紙を記した表紙1枚が非公表となっております。委員長。赤嶺さん。いや、なぜ全文を公表しないのかということを聞いてるんですよ。有馬北米局長。申し訳ございません。事前に理由につきまして質問いただいておりませんでしたけれども、30年近くの前のことであり、なぜ表紙を公表しなかったかにつきましては、ちょっと把握しかねております。またご報告申し上げたいと思います。委員長。赤嶺さん。30年前のことで事実を掌握してないって外務省のこれ答弁ですか。こんなことが、大事な日米関係を利するものでしょう。でそういうことも掌握してない。通報手続きはですね、米軍関係の事件事故が発生したときに、どのような基準経路で日米間地方自治体などとの間で情報を共有するかを定めたものであります。隠すような性格の文書では全くありません。外務大臣、通報手続きは今回の政府の対応を検証する上で大前提となるものです。日米間で調整の上国会に提出していただきたいと思いますが、いかがですか。上川外務大臣。今、答弁を申し上げたところでございまして、繰り返しとなりますが、在日米軍に係る事件事故発生時の通報手続きに関しましては、その表紙に当たる部分は非公表としておりますが、内容に係る部分はすべて公開をしているところであります。一般に日米間の合意について、公表するにあたりましては、日米双方の合意が必要となります。
一方、国民の皆様に丁寧にご説明する観点からも、公表できるものは公表するよう努めるということが望ましいと考えております。委員長。赤嶺さん。公表している部分でさえ全文ではないんですよ。私が求めているのは全文であります。委員長、この委員会においてですね、全文を公表するよう理事会で取り計らいお願いしたいんですが、いかがですか。理事会で協議いたします。委員長。赤嶺さん、今回の政府の方針について、まず警察庁に伺います。沖縄県警は昨年以降の5件の性的暴行事件についていずれも公表せず、県にも伝えていませんでした。県警が昨年以降米軍関係以外で、公表した、犯罪事件、性犯罪事件、これはありますか。同じように、非公表にして、いるのですか。警察庁新課新課長官官房審議官。お答えいたします。沖縄県警察からは令和5年1月から本年6月末までに検挙した米軍関係者以外のものを被疑者とする性犯罪事件は106件あり、このうち検挙時に報道発表を行ったものは10件と報告を受けております。報道発表した事件につきましては、強制わいせつ事件が5件、準強制わいせつ事件が3件、不同意わいせつ事件が2件となっているところでございます。委員長。赤嶺さん。米軍関係はすべて、非公表であります。それ以外では公表している事件が、あるというのが今の警察庁の答弁です。7月24日には、石垣市で小学校低学年の男児への不同意わいせつ事件も発生しました。翌日の地元紙は、それを報道しております。米軍とそれ以外の広報の仕方でなんで、こんな違いがあるんですか。結局米軍関係の事件は隠していた、そういうことではありませんか。新課、長官官房審議官。お答えいたします。対外的な事件広報にあたりましては、各都道府県警察において、刑事訴訟法第47条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに公益上の必要性に加え、関係者の名誉、プライバシーへの影響、将来のものを含めた捜査公判への影響の有無、程度等を勘案した上で、公表するか否かや、その程度および方法を慎重に判断しているところでございます。委員長。赤嶺さん。警察庁の提出した資料によりますと、昨年、米軍関係者による不同意わいせつ事件が、沖縄県内で1件発生しています。これは、どういう事件ですか。そして、公表したんですか。新課長官官房審議官。お答えいたします。お尋ねの事件については令和5年5月に発生した米軍の海兵隊員を被疑者とするものでありまして、同年6月に強制わいせつ致傷の罪名で那覇地方検察庁に送致したものでございます。本事件につきましては沖縄県警察において、検挙時に報道発表は行っていないと報告を受けております。委員長。赤嶺さん。公表していないんですね。同じわいせつ事件なのになぜ米軍関係は非公表なのか。これではですね、米軍だけを特別扱いしているとしか言いようがありません。そうでないというのであれば、先ほどどのような一般的な説明ではなく、具体的な根拠を示すべきであります。そういう点でですね、警察庁の答弁はあまりにも一般的すぎてですね、中身がない、こういうことを言わざるを得ません。具体的な説明はありません。
1997年4月、警察庁は在日米軍人による犯罪への適切な対応についてという通達を出しております。そこでは、米軍人による犯罪や、その可能性が高い事件を認知した場合は、警察庁に速報すること、直ちに報告すること、報道機関の取材などは、警察庁と協議の上、対応することを求めております。警察庁は、5件の暴行事件について、県警が認知した時点で報告を受けていた、ということではありませんか。それらを公表するか否かについても、県警と協議していたということではありませんか。新課長官官房審議官。お答えいたします。お尋ねの通達につきましては、これはすでに廃止されているものでございますけれども、令和5年以降に発生し検挙した米軍関係者による、不同意性交等事件、これは刑法改正前の強制性交等事件を含むところでありますが、この5件についてはいずれも警察庁において適宜沖縄県警察から必要な報告を受けているところでございます。またこれらの事件の検挙時に広報するか否かについても沖縄県警察から必要な報告を受けているところでございます。委員長。赤嶺さん。警察庁は公表について意見は述べなかったんですか。警察庁新課長官官房審議官。お答えいたします。個別の事案についてのその県警とのやり取りについてはお答えさせて控えたいと思いますが、一般的に県警の方で先ほど申し上げたようなさまざまな要素を考慮して候補するか否かといったものを慎重に判断しているというふうに承知しております。委員長。赤嶺さん。米軍の性犯罪事件というのは、以前はですね、身柄を拘束したり事件が起こったりしたりした場合には県警はOB の皆さんの発言も、沖縄の報道に出ておりますが、全部広報していたんですよ。皆さん、警察庁がこういう通知を出して以降ですね、広報がなくなっているわけです。委員長、5件の暴行事件についてですね、警察庁はいつ県警から報告を受けたのか、適切に受けたといいますが、事件の公表をめぐって、県警とどのような協議を行ったのか、資料の提出を求めたいと思いますが、委員長よろしくお願いします。理事会で協議します。外務大臣に伺います。外務大臣は昨年12月の事件について、いつ報告を受けたんですか。適宜適切ではダメですよ。いつですか。上川外務大臣。今般の米によります性犯罪が相次いで発生したことにつきまして、極めて深刻に受け止めておりまして、被害に遭われたかと思うと心が痛みます。外務大臣として、人間の尊厳を守る女性平和安全保障、いわゆる WBS を推進している中におきまして、このような事案が続いたことは、個人的にも耐え難く感じているところであります。事務方が捜査当局から情報共有を受けた後、事案の概要について迅速に報告がございました。具体的な日時につきましては、日米間での捜査協力を含みます捜査機関の活動内容に関わる事項でございまして、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。委員長。赤嶺さん。先ほど警察庁の見解も柳に聞いておりましたけれども、今の外務大臣の答弁というのは全く意味が分かりません。県警がですね、事件を認知した段階で、警察庁を通じて、報告は受けていなかったということですか。外務省、有馬北米局長。お答え申し上げます。捜査当局から情報提供を受けた時期につきましては、日米間での捜査協力を含む捜査機関の活動内容に関わる事項であり、外務省からお答えすることは控えたいと思います。委員長。赤嶺さん。沖縄のですね、
いろんな団体が外務省とこの問題で交渉したときに、外務省の説明に来られた方は、その事件が起きた直後、1月の早い時期に、警察庁から、報告を受けていたということを言ってるんですよ。それ国会で言わないというのはおかしいんじゃないですか、委員長。こう市民団体との懇談の中では言ってるんですが、それでですね、外務大臣ね、報告を受けたときに、これは通報手続きに沿って、県に伝えるよう指示はしていなかったんですか。上川外務大臣。この通報制度の枠組みについてでありますが、1997年の合同委員会の合意に基づきまして、外務省の中での取り扱い、通報の取り扱いにつきましては、日頃より外務省の事務方において対応しているところであります。まさにオペレーションにかかることでございますので、その意味でその通報の枠組みの中で対応するということでございます。今般の一連の事案におきましては、そのようなフレームワークの下で、防衛省への通報についての判断も含めまして、外務省の中で被害者のプライバシー、また捜査への影響等を踏まえて、非公表の事案とする捜査当局の判断を踏まえて、対応したものと考えております。委員長、赤嶺さん。防衛大臣、今の外務大臣の説明、いや、質問じゃないです、意味わかりますか。もしも防衛省に外務省から通報が行ったら、プライバシーが暴露されるかもしれないという心配のもとに通報手続き取らなかったということを言ってるんですよ。そうとしか理解できないですよ。これね、本当にね、97年のこの通報手続きを作ったときに、プライバシー保護を留にしていますか。あの通報手続きの中で、この県にね、プライバシー保護を留にして、県に、通報しなくても良いとする規定、これありますか。つまりね、このプライバシーを守ることは、通報手続きを作る際の大前提なんですよ。これ大前提で、別にね、通報手続き通りやったらプライバシーが漏れていくっていう話じゃないんですよ。で、そういう時には、県にも通報しなくていいんですよという規定が、97年の通報手続きの中にありますか、外務大臣。いかがですか。外務大臣。上川外務大臣。今の、通報制度のフレームワークの中に、そうした規定はございません。プライバシーに関してでございますが、この平成27年、2015年、また2020年、2021年改正を含みます、累次の個人情報保護法の改正の動きからも明らかであるように、この SNS 等の情報発信ツールの発達によりまして、情報が容易かつ不可逆的に拡散されるリスクがより一層高まるなどしており、被害者の協力を得つつ、捜査を継続し、公判を維持するためにも、ますます被害者のプライバシーや心情、二次被害の防止に配慮する要請が増しているところであります。また本年には刑事訴訟法が改正されまして、逮捕や起訴に関しまして、被害者の名前などを被疑者や被告人本人に明らかにしないまま、刑事手続きが進められるようになったところであると承知をしております。こうした社会情勢の変化の中で、一つずつの事案に配慮しつつ、被害者のプライバシーに関わるような事案についても、将来の関係者の名誉、プライバシーへの影響、また将来のものも含めた捜査公判への影響の有無程度、こうしたものを考慮して、慎重な対応が求められると承知をしております。外省におきましても、そうした理解の下で対応してきているものとであります。委員長、赤嶺さん。今の外務大臣の答弁は、だべんですよ、事件の深刻、心が傷んでるというような発言をする割にはですね、通報手続きを勝手な判断ですよ、これ、外務省のそういう判断が防衛省にも伝わってましたか。今日時間がないから防衛大臣には聞きませんけれどもね、
外務省だけで、勝手な判断をして手続きを守らなかった、その理由を聞いたらあれこれ言うけれども、結局ですね、合理的な理由はない、ダフェンです。米軍の犯罪をかばおうとするものです。プライバシーと言いますけれども、この被害者は勇気を持って被害者自身が110番通報したんですよ。それで日本の警察は知るところとなったんですよ。でそういうですね、人たちのプライバシー守るのは当たり前じゃないですか、こんなのは。誰もね、プライバシー探ろうとする人いないですよ。被害者を守ろうとするのが県民の意思ですよ。全くの打弁でですね、通報手続きを守らなかった、これは絶対に納得がいかない。だからね、県は抗議もできなかったわけです。皆さんから知らされないから。その後、どん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 事件が起こっていったわけですよ。5件も起こっていた。6月23日には、外務大臣はその事件知っていた。沖縄前線没者慰霊式典にも、外務大臣も出席されていた。どんな顔をして、こう、沖縄県民に向き合ったんですか。心が痛いという割にはですね、ああいう式典にも出て行って、秘密にしてる。こんなのが許されますか、まあ、絶対許されないですよ。この結局ですね、ああいう事件が立て続けに発生したのはですね、外務省の責任だと思いますよ。外務大臣の責任だと思いますよ。外務大臣は被害者に向かってちゃんと謝罪すべきじゃないですか。通報手続き守らなかった、勝手な解釈でやったわけですから、いかがですか、謝罪すべきだと思いますが。上川外務大臣。今般の、事案でございますが、捜査当局におきましては、事案が公になることによって、被害者の名誉、プライバシーに、甚大な影響を与えることがありうること等を考慮して、非公表とすべきと判断したものと承知をしておりまして、外務省におきましても、そのような捜査当局における判断を踏まえて、関係者に対する情報提供は控えるべきものと理解をし、対応してきたところでございます。この被害の状況、またその後の一連の知事からのご要請等も含めまして、こうしたことが二度と起こらないように対応していくということでございます。しっかりと対応してまいりたいと考えております。委員長、赤嶺さん、あなた方が秘密にすれば、事件を起こした米軍も何の対策も取りません。綱紀粛正もやらない。再発防止策もやらない。規律は緩んで、事件は次々起こっていく。事件を次々起こしている、その最大の責任は外務大臣にもあるということを強く指摘しておきたいと思います。同時にですね、首相もその事実を知っておりました。委員長、やっぱりですね、首相も含めた予算委員会を開いて、この重大事件について、徹底、審議すべきだということを申し上げたいと思います。米軍が再発防止策を発表いたしましたが、なんでですね、今、ワーキングチームがあるのに、なんで新たなその再発防止策が必要なんですか。それをなんでですね、外務省も、防衛省も防衛大臣もそうですが、手をたたいて、米軍の再発防止が効果が出ることを望んでいるなんてね、のんきなことを言ってるんですか。今までのワーキングチームをきちんと機能して、これを使うべきではありませんか。いかがですか。上川外務大臣。米側からは、この再発防止策として、大きく米軍の施設出入りの際の飲酒運転検問の強化、またさらに米憲兵隊によるパトロール強化、また第3に研修教育の強化、第4にリバディ制度の見直し、第5に在日米軍、日本政府、沖縄県庁および地元住民との協力のための新しいフォーラムの創設を含みます一連の再発防止策を発表しているところであります。このフォーラムの提案につきましては、再発防止に対する米側の真摯な姿勢の表れだと受け止めております。
22日に玉城知事からも在日米軍がこの新しいフォーラムの創設を提案したことは事件の再発防止に真摯に取り組んでいることの表れとのコメントを発表したものとも承知をしております。現在このフォーラムの状況につきましてはこの目的にあってしっかりと対応できるように実践その他してまいりたいというふうに思っております。このワーキングチームでありますが米軍人道による事件事故の防止を事故の防止を図ることを目的としていたところでありますが先ほどご指摘があった CWT でありますがこの新しいフォーラムにおきましてはそれに限らずより広く日米双方および地元の利益にかなう具体的な協力を生み出していけるような場としたく米側および地元側と調整を行っているところでございます。建設的で有意なフォーラムになるように日本政府としても全面的に協力してまいりたいと考えております。委員長、赤嶺さん。ワーキングチームという似たような組織がありながらあえて看板だけ付け替えるようなフォーラムでその中身はと聞いたら日本の政府は誰も掴んでないだけど効果が上がるだろうとこんなことでですね米軍の性犯罪の再発防止後期粛清は期待できないと1945年4月1日に沖縄本島に米軍が上陸した日から米兵によるレイプが始まってるんです。ずっと私たちはこの問題を抱えてるんです。これをなくすることは社会の公益に資することではありませんか。そのためには皆さんが通報システムをですねきちんと守ること、外務省が勝手に解釈してこれを無効にしないこと、そして皆さんの今の態度ではですね心が痛いとか胸が痛むとかそんな言葉では米軍の再発防止は決してできないということを強く申し上げて質問を終わりたいと思います。